フリブール、またはフライブルクは、スイスのフリブール州に属する基礎自治体。2013年の人口は37,485人。サリーヌ川沿いに位置し、工業の他に、チーズやチョコレートなどの食品産業も発展している。近隣の都市としては、約30キロ北東に、ベルン、約50キロ南西に、ローザンヌが位置している。フランス語名で、フリブール、 ドイツ5名で、フライブルク、正式には、フライブルクイム・ユヒトラントという。フライブルクという名の自治体は、ドイツ・バーデン・ビュール・テンベルク州のフライブルクなどドイツ、5県各地に存在することから、日本ではフランス5名で、フリブールと呼ばれることが多い。1157年、セイリンゲン家によって建てられた要塞を起源とする。その後、ハプスブルク家やサボイア家の支配も受けた。 1481年にスイス名役社団に加盟してスイスの一員となった。カトリック勢力の強い都市であり、16世紀における対抗州協会閣における画像となった。サリーヌ川を言語境界線が通過しており、スイス領内におけるドイツ語とフランス語の境界線となっている。フリブールではフランス語とドイツ語の二言語が公用語である。 ドイツ国内でさえも、この街はしばしばフライブルクではなくフリブールという、フランス語の発音がなされる。住民は、両方の言語を駆使できるという建前だが、実際には多数派のフランス語系住民の中には、ドイツ語がほとんど話せない人も多い。1五十七年の自治体建設当初はドイツ語系住民が、多数派だったが、十三世紀後半に、周辺のフランス語圏から、 フランス語系住民が流入し、14世紀にはフランス語が公用語となった。1481年にはスイス名役者団に加盟してドイツ語系住民の勢力が増し、1572年にはフランス語禁止令が出された。18世紀末にはナポレオン・ボナパルトがドイツ語を公的な場から追放して、フランス語が優位となり、1831年には リベラルな憲法によって、布告や法律制定を両言語で行うことが定められた。1990年には、両言語が平等な公用語であるとする法律が成立し、両言語系住民の相互交流の促進が図られている。現在では63.6%がフランス語を第一言語として用い、21.2%がドイツ語を第一言語として用い、 3.8%がイタリア語を第一言語として用い、55人はロマン主語を用いる。フリブール大学はスイスにおけるカトリック神学の中心地である。哲学部、法学部、神学部、経済、社会学部、数学自然科学部の語学部があり、1万人を超える学生にはスイス国外からの留学生も多い。基本的にはフランス語と、 ドイツ語の二言語で開講されており、英語での受講も可能となっている。ありがとうございます。